いやー、タイトル画面がセンス溢れすぎてんな。センスがぶん殴ってきてるもんね。こちらのゲーム、断罪室っていうゲームなんだけども、まあ、とある加害者と被害者がいて、まあ、それぞれの、言い分を聞いて、あくまで第三者となってどっちが悪いかっていうのを聞く、まあ、判断するっていうゲームらしいですね。まあ、確かに、加害者は加害者なりの言いなりが、言い分があったりとかね。実は被害者に悪いところがあったりとか、話を聞いてみないことには、わからないといえばわからないですもんね。俺も大学時代ね、とあるカップルがいて、まあ、どっちもまあ、それなりの友達だったんですけど、まあ、女性のね、言い分を、なんか、あいつすげえ、あんなことしたんだ、みたいな喧嘩してて、ちょっと話を聞いたんですよ。で、女性が言ってること、で、男性が言ってることを、それぞれ聞いたんだけど、全然違うこと言ってんの。何が真実なのってね、俺ちょっとねこいつらダメだなってちょっと思った記憶があってね、やっぱ両者のことをしっかり聞いて、それぞれ自分のいいように言ってるからね。だからちょっと私は今回中立の立場になって、物事を聞いていきたいと思います。俺こいつなのかな、顔に花いけられてるやつなのかな。はい。いや、もうピンク色がセンス溢れてるもんな。やあやあ、はじめまして。ああ、名乗らなくても大丈夫ですよ。私も名前がありませんから。俺あるよ。俺レトルトです。匿名、いいじゃないですか。私たちに個人情報は必要ありませんよ。まあ俺は第三者っていう立場ってことなのかな。どっちが悪いんだろうな。この展開だと逆に被害者の方が悪そうだったりすんのかな。ようこそ、断罪室へ。この人は管理人なのか。私はここの管理人です。どうやってここに来たのか覚えていらっしゃらないかと思いますので、一体どこなのか不安に感じられるかと思います。しかし、場所についてはお伝えできない決まりとなっています。俺、陪審員みたいな感じかな、裁判とかで言う。取って食うようなことはいたしませんので、ご安心ください。めちゃくちゃ取って食いそうな顔してるぞ、お前。あなたはこれから断罪をしていただきます。今からあなたの前に自称被害者とその人物に加害者として呼ばれた者が現れます。あー、なるほど。自称被害者。自称被害者っていうワード。すげー悪いワードだな。もう、自称被害者はもう悪いやつだもんね、絶対に。加害者として呼ばれた者が現れます。あなたは二人のやりとりを聞いて、被害者が加害者に復讐しても良いのか、中立の立場から判断していただきます。復讐は何も生まないとは思うけども、まあ、やったそのねやった罪によるかもしれないよな。全く見知らぬあなたにとって正直どうでもいい関係のない人です。ですのであなたは聞こえてくる情報だけを参考に判断してください。なるほどね。どっちと友達とかそういうのないから、もう中立の立場を取ろうってことか。ただ慎重にお願いしますね。ここで言う復讐は、被害者の手による加害者の死刑を意味します。死刑は重すぎない？トロッコ問題みたいに俺がちょっと引き金を引いてしまうみたいな、ねえ、レバーを引いてしまうみたいな立場なのはちょっと嫌だけどね。加害者を守るもよし、被害者の復讐を後押しするもよし。あなたが判断するのは許可して良いかどうかです。ちょっと俺の立場重ない？許可しない。もしくは判断することを拒否すれば被害者は復讐ができません。判断を拒否もできるんだ。そのままお二人には帰っていただきます。まあ俺がもうやりたくないって言ったらもう復讐は NG になるわけだな。どうぞ無関係のまま二人を見守ってください。良いですか。ではこちらで部屋を選びください。あなたお二人が待ってますよ。ふふふ。おー、結構いんの。こちらの壁に並んだボタンを押してください。選んだ数字の膨張室のキーが外れ入室できます。5組いるってことかな。ちょっと5番目なんか怪しすぎるけど、殺風景な壁ですみません。いや、あなたがもう華やかすぎて、ちょっと大事なボタンですから集中して選んでいただきたいのです。数字に意味はございませんのであまり悩まれず、ただし一度押したら変更はできかねますのでご了承くださいませ。なるほど。まあじゃあ順当に1番を今回やろうかな。1番の部屋ですね。かしこまりました。ではご案内します。他の断罪人方と
お顔合わせしないよう目隠しをしてお連れいたしますのでがお決まりとなっております。俺以外にもいるんだ。知らない場所で目隠しなどあまり良い気分ではないかと思いますがご容赦ください。失礼いたしますね。なんで赤色やねん。なんで赤色、黒にせえや。水曜日のダウンタウンを思い出すな。クロちゃんはいつもこんな気持ちなのか。扉の向こうは一番の傍聴室です。大きなガラスの窓がありますのでそちらから様子をご覧ください。こちらの声は聞こえませんし向こうにはこちらは見えませんのであなたの反応が会話に影響することはありません。ご安心ください。あ、俺はもう俺は存分に実況していいんですね。こちらから関われるのは最後の断罪の時のみです。では扉を開けますので心のご準備をお願いします。はい。ん？あ、あれかな、あの向こうの人たちも断罪人ってやつかな。どうぞご入りください。ご紹介します。ガラスの向こうの部屋で右に座っていらっしゃる方が南様、虐待を受けたとのことです。あら、これが被害者、自称被害者。左が南様の母親まなみ様。南様が復讐したいお相手です。でも死刑なんでしょ。死刑したいほど復讐したいことをされたってこと。死刑ってことは知ってんの。右に悪悪悪、左にはせいせいせいって書いてあるな。おっと、お伝えするのを忘れていました。まなみ様には南様が虐待を受けているかどうかを第三者に判断してもらうためお呼びしたというようにしかお伝えしておりません。はあ、本気の殺意を知っては冷静にお話ができませんしこちらも判断が難しくなりますからね。死刑については知らないってことか。それではお二人のお話をお聞きください。ほい。おー、女子高生ぐらい、女子中学生、女子高生ぐらいだな。でも似たような、うん、なんて言うんだろう。でも右に悪悪悪って書いてあるのがすごい気になるな。うん、まあなんだろう、右は怒ってるね。うん、みなみちゃんは怒ってる。でまなみさんはなんか優しそうな顔してるからなんかこう見た目だけの判断だとみなみちゃんが悪い、実は誤解でとかそういう風にね、人を見た目で判断してはいけませんけども、うん、そんな風に感じちゃうな。みなみがそんな風に思ってるなんて私ちっとも気づかなかった。虐待だなんて、お母さんの何がそんなに嫌だった。どんな虐待をしたのか知りたい。喋らないな。言い過ぎたこともあると思うけどいつだってみなみのためを思って言ってることしか しないのよ。思って言ってることしかないのよ。きっと私の伝え方が悪かったのね。その伝え方がな、どんな伝え方だったのかが気になる。家族として本音で話し合いましょ。大丈夫、怒らないからね。マジでそういう綺麗事いいから。ねえ、どうしちゃったの、そんな怖い顔、みなみらしくない。まあでもこういうの逆に表現しだすみたいなのもあるからね、優しいからこそ怪しかったりもするかも。伝え方が悪かった、言い過ぎた、私のこと無視したり頭が悪いとか散々バカにしたくせに。バカにしただけ、無視、聞き逃しちゃっただけじゃないかしら。テストの点数が悪くてもあなたちっとも勉強しないし、そのままじゃ大学にも行けないし、少し怒っただけ。バカになんていつだってしてない、バカになんていつだってしてないわ。まあでも親がね、勉強しなさいとか、うん、テストの点数悪かったら大学行けないよって言うのは当たり前だからな。は？完全に無視してたじゃん。目合ってましたけど。でもさ、無視しただけで断罪というか、その死刑にするっていうのはおかしいからね。ちょっと罪重すぎるよね、それは。これは中立として言います。小学生の喧嘩みたいなこと言わないで。話聞く気ないよね。頭が悪いとか、ん？悪いとかだけじゃないから。ブスとか、性格悪いとか、クズとか散々言ってきてた。あ、ちょっとそれは言い過ぎだよな。うん。実の子供に言う言葉ではないですよね。記憶にないけど、お化粧してみたらとか言っただけじゃない？あ、お化粧してみたらっていうのが、もう実質ブスだって、その、まあ、過剰に反応してる可能性もあんのかな。それが変な伝わり方しちゃったのかもしれないわね。八つ当たりで暴力だってした。お、暴力。あざだって何個もできた。お前の気分にいつも私は左右された。あざまでできた。落ち着きなさい南、冷静になって。人間誰だって気分の上げ下げはあります。暴力だとか虐待だとかいい加減にしなさい。
大事に育ててきた可愛い娘からそんな風に言われて悲しいわ。悲しい？何言ってんの。18年生きてきて家が心地よかったことなんて一度もなかった。毎日死ねばいいのにって思ってた。あら、闇は深いですね。ひどい、どうしてそんな。いくらなんでも泣くなよ。私がいくら泣いても全く関係なかったくせに泣いて被害者ぶるな。被害者は私だ。早い、ちょっと短すぎないですか。ちょっとショートムービーぐらいじゃないですか。あと3倍ぐらいはちょっとお二人のお話聞きたいんですけども。短いですか。そうでしょ、私たちはいつだって全てを知ることはできないのです。まあね、裁判とかでも綺麗事は言うかもしれんけど、本当のとこ何を思ってるかとかはまあ分かんないもんな。知れる情報はほんの少しだけ。あなたに判断できますか。さあ断罪していただきましょう。ちょっと少なすぎない。もう押すの俺。金に正義の女神をご存知ですか。片手に天秤、片手に剣を持つローマ神話に登場する女神です。さてここに天秤があります。復讐を認めるのであれば左の皿に、左が復讐、認めないのであれば右の皿に花を置いてください。置かないという選択肢もございます。花は好きなものを選んでくださいね。どの花を選んだとしても何も変わりませんのでご安心ください。花に意味を持たせたのは人間で、花は何もしません。ただの私の好きな花です。ふふ。それではどうぞ。まあギャリー好きだから青いバラにするわ。なるほど、バラですか。いいですね。赤いバラも好きですが私青が好きなんですよ。それではそのバラをどうなされますか。ちょっと犯罪材料が少なすぎないか。なんかどっちを信用するにも、でもあざができたって言ってることに対して否定してなかったのよね。そうだよな。なんかこれどれ選んでも俺が傷つくことになんかなりそうな気がしない。どうなんだろうな。なんかブスとかそういうのはお化粧したらっていうことが、まあ過剰に言っただけ、過剰に反応しただけじゃないみたいなことをまなみさん言ってたけど、なんかあざに対しては言い訳をしていなかったんだよね。ちょっと復讐にしてみる一回。なんか死刑じゃなくて、まあ罪があったんじゃないかっていうだけだったら左なんだけど、死刑はちょっと重す、あまりにも重すぎるから、まあそういう意味では右なのよな。まあこのゲームがどんなゲームかを知りたいというところもあって左に置きます。だからこれ復讐を認めるってことだよな。なるほどなるほど。南様が虐待を受けており、まなみ様の罪は重く、南様の復讐を認めるということですね。まあ復讐は何も生まないとは思うんだけど。とても傷ついていらっしゃる様子でしたが、お芝居だったのでしょうか。それとも自身の行き過ぎた言動や行動に無自覚で、本当は南様から向けられた言葉に悲しんでいらっしゃったのでしょうか。もしくは両方だったのでしょうか。人の心は複雑ですね。花の私には難しい。私の感想など不要でしたね。それでは、まなみ様を拘束し、南様に剣を渡します。復讐の様子は見学自由ですので、お好きになさってください。まあ一応見る？なんか血に染まってる感じするけど。なんだこのドアの音。最後の最後では復讐自らしないみたいなさ、さすがに剣を刺すことはできないみたいな。終わったの？お疲れ様でした。このままあなたにはお眠りいただき、目が覚めた頃にはご自宅のベッドでしょう。ここに来られた方が私に必ず帰り際必ず尋ねることがあります。何だと思いますか。何だろう。復讐は本当に行われたのですかとか、本当はどっちが悪かったのですかとか。あ、それ正解ないのかな。おしゃれなゲームだから正解なさそう。正解はどっちですか。それに対する私の答えは、わかりません。真実は誰にもわからないのです。本人ですらわかっていないことがある。私たちが知ることができるのは結果のみです。これだけは覚えておいてください。私たちは真実を知ることはできません。
無関与でいることもできません。大切なのは守りたいものを選び信じる勇気です。ふふ、それでは本日はありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしていますよ。うわー、あ、その後南と接する機会はなく、母親を殺した彼女がこの後どのような人生を歩んでいるのか知ることはなかった。知らせてくれ。エンド。1個目はこれってことか。なんだこの音、なんか失敗した感ある音鳴らすのやめて。すごいな。家おい、家おい、全部家おい。いやこれどうなんだろう、みんなはどう思う？まあ、もちろんほとんどの人が死刑はやりすぎだとは思うっていうのはあると思うんだよな。あー、まあ、でもあのぐらいの罪で殺す、しかも自分で殺すっていうのはちょっとやりすぎだとは思うよな。そうなったらもうほとんどがやらないになっちゃうけどな。ボーナス、ボーナスくれ。後日談か。でも後日談なんかないのがこのゲーム感はあるけど。お疲れ様でした。いかがでしたか。ここはちょっとしたお遊びコーナーです。ぜひお楽しみください。何お遊びコーナーって。インタビュー、何それ。どうぞ何でも聞いてください。おー、なんかいろいろ、え、めっちゃ聞けるじゃん。セーブとかあんの。セーブって何。現実世界にセーブやるほどなんてないでしょ。そしてお越しいただくたび入り口の説明から行うのが断罪室のルールなのです。あ、2位をやりたくてもみたいな。あーはー、こう知りたいな。メタ的な話をすると、加害者と被害者を決めてセリフは書かれています。あ、この作者さんは作った時にどっちが正解かは実はあるんだ。確信のつくものはございませんが、加害者ならではの特徴が垣間見します。そちらを見抜かれた方もいらっしゃったので、私も感心しました。俺見抜いた。俺見抜いたかな。俺見抜いたの。おー、目的、雇い主と言いますが、私を生み出した方がいるのです。何かの研究をしていて、そのためにこの場所を作ったとのことでした。私も詳しく存じません。ただここの管理をするために生まれたので、これからも枯れるまでここの仕事をし続けるのみです。なるほど。まあとりあえず2とかがあるから、インタビュー NG 集なんだろうな。まあまだちょっとゲームをしっかりやってからだな。じゃあ次は2をやりましょうか。全部やったらこれ出んのかな。あ、でもなんか押せそう。まあ2にするか。2番の部屋ですね。かしこまりました。ではご案内します。はい。また別の2人だよな。まあさっきのは言い訳、虐待については言い訳をしなかったっていうのが俺の見極めポイントとしよう。はい、2番の部屋ね。まあここは同じかな。他の断罪人の方々は何を言ったんだろう。はい、右がひな様、浮気されたとのことです。はい、左が翔様、ひな様の恋人で、ひな様が復讐したいお相手です。はいはいはい。おっと、お伝えするのを忘れていましたが、翔様はひな様がひどい扱いを受けていたのかどうか、第三、あー、なるほどね。これは単純にあれだよな、罪とか知らないってやつだな。今回は男女ですね。はい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 。なんか可愛い女の子だけどね。何言ってるんだひな。誤解というか俺は何もしてない。携帯だって見せてた。嘘つかなくていいよひな、知ってるよ。メンヘラの可能性もあるぞ。もう何言っても信じない、もうね、そんな状態に入っちゃってる可能性もある。何よ、なんでひなが泣くんだよ。3年も付き合ってたのに、世界で一番好きだよって言ってたのに。じゃなくてさ、何の話って聞いてるんだよ。ちょっと胸が苦しくて。待って。うん、あ、ちゃんと待ってあげれる彼氏。ポイントアップ。翔ちゃん、ひなの親友のエリちゃんと連絡取ってて。あー、親友と。うん、でもたまにだよ、ひなの話とかエッチな写真とかもらってた。え、
は？もらってないよ。エリちゃんから証拠見せてもらったもん。何それ、何言ってるのか本当わかんない。すごいショックで、翔ちゃんが。じゃあ俺だって気になってたこと言うけど、いつも怪しくない？携帯の画面隠したりしてさ、お前だろ浮気してんの。おっと、ちょっと展開変わったぞ。ひなしてないよ。なんでそんなこと言うの？仕返し？仕返しってなんだよ。ちょっとちょい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 早すぎひん？短いですか？そうでしょ。私はいつだって全てを知ることはできないのに。これけー、これ本当の正解知りてー、本当の正解知りてー、全て終わった後でいいから教えてほしい。知れる情報はほんの少しだけ、あなたに判断できますか？どっかに書いてないのかな、本当の正解。短えよな、それにしても短えよな。まあ一個の判断材料を見つけるかどうかだよな。復習は左ね。あー、じゃあこのなんか なんだろうこれ、白爪草？違うな、スノードロップ。はい、あー、リアルな話ちょっと二択まで絞れてますね。これ、このひなちゃんの友達？親友？そいつが悪いやつ説。これ結構みんなも考えたと思うんだけど、そいつが悪いやつ説結構ない？そいつが実はひなちゃんのことも嫌いで、まあ羨ましかったりして、まあ潰してやろう。まあ実は翔くんのことが好きだったとかもあるかもしれんな。いっぱい連絡してるっていうから。だからそういうことをした説が結構高い。もう一つワンチャンあるとしたら、どっちも浮気してる説。うん、だから今回は罪を、うん、罪を償わせる、まあ死刑はないかなと思うので、置かないにしてみようかな今回は。俺の判断はそうです。なるほどなるほど、どっちも判断も下さない、関与しないということですね。承知しました。二人にはこのまま書いていただきます。これはあれだよね、置かないと、結局置かないというか右に置くのと同じなんだよな。ただあなたの選択は必ず何らかの影響を二人に与えます。この断罪室に来た以上、あなたは彼女たちと無関係にはなれないのですよ。ふふ、驚かすようなこと言ってすみません。彼女たちにはこのまま帰っていただきますね。どっちなんだろう、超気になる。あー、正解はどっちですかですよね。わかりません。ちょっとどっち？答えあるの知ってんだよ俺。言ってたやんか。気になる。超気になる。三つ目いくか。ああ。え？その後、ひなと翔がどうなったのかわからない。ただ、彼女に似た女性が、街で別の男性と歩いてるのを見かけて、え？気のせいかもしれない。ええー、じゃあ浮気していたのは彼女だったってことだ。もうてかこれぐらいしか判断材料ないもんな。はあ、こういうの見れんだ。あ、ちょっと正解かもしれないのを見れるんだ。だから俺の言ってることはどちらかと言うと間違いで、新しい好きな男ができたから、自分が被害者のふりして彼氏、まあもういらなくなった彼氏のことを死刑にしようとしたっていう、とんでもない悪い女だったってことかな。もうこの判断材料しかないよね。とするとまあ一応正解だった。まあ置かないが正解だったかもしれんな。どっちつかずはよろしくないかもな。なるほど、殺してなければなんか分かったりもしたのかな、さっきのあの1個目もね。はい、じゃあ3つ目いきましょうか。まあ2つ目はなんかなんとなくどっちが悪いか分かったからちょっとすっきりしたな。さあ、なんか1番より2番のがさらに短かったもんね。こんな判断材料で裁判行われないでしょ普通。まあそれがこのゲームのコンセプトだよな。はい、左が大井川様、いじめを受けたとのことです。右が豊島様、大井川様が復讐したいお相手です。はい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 。おっと、お伝えするのを忘れてました。豊島、あ、いつものやつねこれ。うん、
アクアクアクセイセイセイって書いてあるからな。あなるほどなるほど、今回はちょっと逆にいるんだな。何言ってんだお前。僕はあなたにいじめられました。いやいや、そもそも友達じゃん。俺たち仲いいと思ってたからショックだわ。急にどうしたよマジで。なんか右ねえ、見た目で判断できないけどすごいいいやつそう。逆に僕も最初は友達だと思っていました。お前後ろの髪の毛あんな明るくしといて本当にいじめ受けてるかなあ。わかんないけどさ、なんかむしろって思っちゃうな。むしろちょっと気に食わないことがあって殺そうと、この制度を利用して殺そうとしてるとかありそう。僕も最初は友達だと思っていました。まず敬語やめぞ、やめようぜ。なんか冷たい感じするし寂しいって。やめません。何について言ってんだ。トイレで上から水でもかけたか。いえ。金よこせとか言ったか。あ、いや言ったかもしれない。でもそれは脅して巻き上げたとかってやつじゃなくて、代理で物を買ってきた、買ってきた時とかの代金の要求とかで言ってたって話だろう。ほう。いや、じゃあむしろパシリさせられてるじゃん、言えば。そうですね。じゃあ何なんだよ、さっさと言えよ。例えば僕は人見知りですよね。あなたと比べて声も小さいし陽気に挨拶もしない。おう、そうだな、毎回あとなんじゃ、あんなんじゃ聞こえねえし感じ悪いだろうが。そういうところですよ、聞こえねえし感じ悪い。事実だろ、聞こえにくいし感じ悪いと悪く取る人もいると言われれば事実かと思います。聞こえねえし感じ悪いはあなたの個人的な意見で事実ではないです。いやいや、へりくつだろ、そんなマナーとして挨拶しろよ。挨拶はしてます。だからへりくつだって。僕は苦手なんです。体調も基本的に良くないことも多いです。あなたは感じ悪く見られることを友達として心配するなら、僕の印象が良くなるようなコメントをその場で添えるべきであって。おい、聞こえねえぞ、そんなんじゃ感じ悪いだろこいつ、ははは。ではないと思いますが、まあそうね、もうちょっと友達だったらまあフォローしてあげてもいいなとは思うけど、お前のために言っただけだしいじりじゃん、何が悪いんだよ。俺はお前のこと大好きなのに。あー、これちょっと難しい発言だな。大好きだから何をしてもいいってわけじゃないってのは当たり前だから。僕はいつだって人前で僕の羞恥心と罪悪感を刺激するあなたが大嫌いです。なるほど、いつだって嫌いだった、終わりです。あー、短いね。なるほどね、もうこれも死刑にするのは重すぎるっていうことはもうこれ無視していいんだろうな。このゲーム罪があるかないかだけの判断って感じだろうな。まあ、ずっと嫌だと思っていたはいたんだろうけど、まあ右も悪いし左も悪いっていう判断かな。うん、難しいな。まあ右もちょっとデリカシーないし、そのね、大きな声出せないとかいうのはちょっともっと考慮してあげていいし、それをいじるべきではないってのは思う。ただ左もなんだろう、そんな突破ねず、なんだろう、マナーボソボソ言うのはマナー悪いといえばマナー悪いので、まあ少しもう少し努力してもいいのかなっていうのもある。まあそれが社会だからね。ただなぁ、どうなんだろう、まあちょっと右の方が悪いのかなっていうのはあるかな。この判断材料ですからね。どうなんだろう、これってさ、罪をその罪深くっていうか罪を償わせたら後日談、ちょっとした後日談って聞けなかったりすんのかな。まあ俺がちょっと罪深いと思ってだとして左に置くでいいのかな。死刑は重いけども、まあでもちょっと気に食わないやつを全部罪を償わせるっていう左の傲慢っていう感じもする。難しいな、みんながどう思ってるか知りてえわ、これ見てる人。なんか見えたんだよな、後日このね、右のやつが、右のヤンキーみたいなやつがまたデリカシーのない発言をしているのを目にしましたよみたいな。
なるほどなるほど、大井川様の言い分に正当性があるということでしょうか。豊島様、嘘をついてるようにはあまり見えませんが、無自覚なんでしょうか。そう、無自覚パターンな気はするのよな。無罪で死ぬことは悲劇的ですが、罪に無自覚な場合も周りにとっては正義の鉄槌で気持ちよくとも、その人にとっては悲劇ですね。まあね。ああ、もしご心配していただいていたら、私は心を痛めているわけではありませんよ。ただの個人の感想です。私の言葉はいつだって無関係な立場からの個人の感想です。それでは豊島様を拘束し、大井川様に剣をお渡ししましょうか。てかもう死刑が重いのよ、単純に。なんかもうこのなんかね、極端すぎんのよな。10か0じゃなくてさ、5が欲しいよな。死刑にしたら何もわかんないのかな。そうそう、正解はどっちですか。わかりません。はい、私は知ることができるのは結果のみです。これだけは覚えておいてください。はい、はい、ちょっと知る、おー来た、ちょっと出た。数年後、豊島を殺害した大井川は有名な学者としてテレビに出演していた。声はあの時より少し大きくなっているような気がした。あ、じゃあ正解よりかな。なんか正解よりなのかな。あいつがいなくなったことによって少し成長できたっていうことでいいかな。まあここもね、結構なんて言うんだろう、何種類もなんか捉えようがあるという、ありそうな気もするよな。さて、では4番目ですね。まあ2と3は完璧な失敗ではなかったかもしれない。1は多分分かんないのかもね。4番の部屋ですね。さて、も一番難しいのがあったりするかな。5は何だろうな。真実知りたいわ、すべて知った後で。はい、さあ次は誰だ。はい、ではご紹介いたします。左が七原様、職場でパワハラを受けていたとのことです。右が深井様、七原様が復讐したいお相手です。左が右に復讐したい。おっと、お伝えするのを忘れていました。はい、これね、パワハラはあったかどうかだ。どうでしょう。おー、なるほど。なんか付き合ってそうな二人だけどね。謝罪してください。わかった。もし七原の言い分に正当性があれば、誠意を持って謝罪する。話をしてくれ。話せるまで待つ。ああ、ちゃんとなんか話分かりそうな人だけどね、大人な。この人はいつも他の人がいる前では誠実で真面目そうな雰囲気でこんな風に話すんです。絶対に見せないんです、怒る姿を。なるほど。二人っきりの時はまるで別人で鬼のようで。俺がいつお前にどんな風に謝って怒った。分かってるでしょ、しらばっくれないでください。本当に何のことか分からない。本当に分からないんですか。教えてくれ。ずっと殴られるんじゃって思って勇気が出なかった。でももう限界だったんです。私、深井さんのことすごくいい人だと思ってましたし、慕ってました。そうか、それはイメージを壊して悪かったな。残業で2人残った時とか、デスクを思い切り叩くように書類を置いたり、大きな声で怒ったり。ああ、声のボリュームや書類を置く力加減でそんなに怖がらせているとは思っていなかったよ。申し訳なかったな。そんなレベルじゃなかったです。私のこといつか殴るんじゃないかと。でも殴ってはいないんだな、とりあえず。まあ当たり前だけど。そんなわけないだろ。それに、なんだ、奥聞こえない。奥さんがいるのに。何を言っている。なあ、何を言ってるんだ。めっちゃ右悪そうだけどな。終わりです。短いですか。そうでしょう。私たちはいつだって全てを知ることはできないのです。知れる情報はほんの少しだけ、あなたに判断できますか。さあ、断罪していただきましょう。俺はパーを出した。奥さんがいるのにってことは、なんかもうやってるようにしか、てかもうこれはもうやってるとしか思えないけどね。ねえ、
で、実はやって、これやってるってほとんどの人が思って罪をさ、罪の方に入れるじゃん、左にきっとこれは。もうこれはそういう風にできてるじゃん。で、実は右悪くなかったですよみたいなのを出すんじゃないのこれ。作者さん、そういうことでしょこれ。そういうことでしょ。俺はまんまと乗るしかないよこれ。なるほどなるほど、七原様を信じるということでしょうか。深井様があまりご意見なさなかったので今回は判断が難しいですね。やはり主張をしなければ損をするのでしょうか。あー、まあね、言わなければ損かも。それとも七原様の必死な表情が全てを語っていたのでしょうか。そんな風に見えちゃったよな。表情のない私には分かりません。深井様を拘束し、七原様を剣をお渡ししてまいります。復讐の様子は見学自由ですので、お好きになさってください。見てないのかな俺は、これ赤色にしてるから。どっちだったんだろう。なんか嫌な後日談あるよ、もう分かるもん俺。はい、正解はどっちですか。それに対する私の答えは分かりません。真実は誰にも分からないのです。本人ですら分かっていないことがある。私たちが知ることができるのは結果のみです。これだけは覚えておいてください。私たちは真実を知ることはできません。無関与でいることもできません。大切なのは守りたいものを選び信じる勇気です。後日談くれ。深井を殺し、その後の七原がどのような人生を過ごしてるかわからない。二度と、教えておくれよ。外れた時はこれが出るとか、そういうことなのかな。そういうことかな。外れてるからわからないっていう。ただ正解した時だけ、まあちょっとなんていうの、当たってましたよって匂わせてくれるってことなのかな。はい、ちょっと先ほどの読んで、罪を裁かないにしたらどうなるかだけちょっと見たかったので、間違っていたら、あの間違っている正解していたらちょっと後日談見れるパターンなのかどうか知りたい。深井様はクールでしたがかなり丁寧にお話しされてる印象ですね。まあでもその印象はね、二人っきりの時は違う可能性あるから。七原様が最後には何をお伝えしようとしていたのか非常に気になるところですが、非常に気になるところでしたが、はい、正解はどっちですか、わかりません。はい、さあどう出る。後日さん、え、後日殺人事件のニュースを目にした。犯人はまだ見つかっていないそうだ。70箇所も刺された跡があり、顔はわからないほどだった。インタビューを受けているのは涙を流しながら素晴らしい上司だったと話す七原。え、インタビューを受けているのは涙を流しながら素晴らしい上司。え、じゃあ女の方が殺しているってことだ。遺体は男性、身元は確認中のようだ。これってさ、どうあがいてもさ、上司死ぬじゃん。これはもうわかんねえな。まあほんと殺したいぐらい恨んでいたっていうことで、上司が悪いやつで殺したいぐらい恨んでたってことで裁かれなかったから自ら殺したっていうパターンもあるし、本当に実はやべえ女だったっていうパターンもあるから、これはわかんねえんだな。上司わかんねえ、かわいそうとも言えんな。な、わかんないもんね。はい、やはり気になったので、1番の虐待問題戻ってきました。虐待なんてなかったってことを判断でいきましょう。さあこの後の後日談が知りたいもんね。まあちょっと教えてもらえるのかな。殺してない場合は教えてもらえることが今まで多いけど。さあ正解はどっちですか、わかりませんと。さあこの後虐待があったんじゃない。数日後のニュースで南は遺体で発見された。犯人は母親のマミであった。泣きじゃくりながら連行される母親の姿がテレビには映し出されていた。何この水に何かが落ちてる音。これはじゃあ1個目は俺正解だったんだな。母親がやばかったってことですね。虐待についてやっぱ何も言ってなかったってのは正解だ。
2番目もまあ正解だったんだろうな、声が大きくなった、うん、いじめというかいじりという名のいじめ、実質いじめはあったってことだ。まあ、4番はちょっとわかんねえな、うん、正直なところ。まあ彼氏彼女のやつはまあ女がやばいやつだったので、まあ正解、殺さなくて正解だったってことかな。はい、ということで、5番と書かれているはずの場所、赤い何かがありますけど、押してみますか。これ何なんだろう、我慢したな俺。え、そちらの部屋でよろしいですか。ご説明した通り、一度決められた部屋は変更できかねますのでご了承くださいませ。おい、何なのこれ、5番でもない、超気になるじゃん。今んとこ全部まあ間違いじゃなかったと俺の中では思ってはいるんだけど、そういるんだな、でも普通に進むんだな。あ、誰これか、え、お入りください、空いてるお席へどうぞ。あ、俺先にご着席なされているのは砂田様です。あなたに加害されたので復讐したいとのことです。俺がそっち？ああ、部屋から出ないでください。不安な気持ちはわかります。不安！ですが、この部屋に加害者として呼ばれた者を途中で帰らせてはならないという決まりがありますのです。尊重に、厳重にロックをかけていますし、話が終わるまでお帰りになれません。俺が罪側か。大丈夫です。断罪人の方にあなたが無罪であることが伝わればいいのです。ちゃんと発言せよ、俺。あなたが何もしてないのであればね。では話し合いを始めてください。俺この人知らんもん。誰やお前、砂だ。驚いてるでしょ。あなたには自覚がないし、悪気もなかったことは分かってる。だから余計指摘が難しかったわ。え？誤解だとする。誰なんだお前は。はあ、あなたは私の存在を認識していなかったということね。そうです。自分が何をしたのか聞く。偉そうな言い方を抗議する。身に覚えがないと主張する。俺が何したの。あなたはね、私の家庭を崩壊させたの。誰やお前。私はあなたの家の隣人よ。ほう、知らないでしょ。挨拶をしていないものね。それ自体は悪いことじゃないわ。物騒な世の中だから。あー、なるほど。隣の家に住んでるけど別に挨拶はしない。まあマンションとかだったら正直そういうもんだからね。あんまりこう挨拶とかしなくても全然ね。それでね、あなた酔っ払って帰ってくる時があるでしょ。いや俺酒飲まないから俺じゃない。そうするとよく私の家のドアを思い切り叩くのよ。覚えてないでしょ、いつも泥酔してるから。あー、酔っ払って間違えちゃうやつだ。ひどい時なんて声をかけた私の子供に罵声を浴びせたりするのよ。俺悪っ。それで私、怯えた子供を抱きしめるのだけど、だんだん幻聴のように扉を叩く音やあなたの声が聞こえる気がして眠れなくて、とても精神的に厳しい日々が続いたわ。 PTSD みたいになっちゃったんだ。覚えてないことでこんな風に責めるなんて非常に申し訳ないけれど。身に覚えがないと主張する。謝る。俺じゃないかもしれないけどな。俺じゃない。認めたら終わりだ。そう、そういうしかないものね。この話は終わりね。終わった。え、俺殺される？悪い、俺死んだってなる？はい、それでは話は終わりです。短いですか？そうでしょ。私たちが話を他人に聞いてもらえるのはほんのわずかなんです。向こうの立場になるとな。そして断罪人が答えを決めたようです。確認してまいりますね。これ俺だったらこれさばいちゃうけど、俺何もしてねえから、二度としねえから。砂田様の復讐を認めるとのことです。それでは非常に残念ですが、あなたを拘束し砂田さんに剣をお渡しさせていただきますね。説明させちゃダメだったか。やめて、二度としねえから。やめて。これこの展開はでも殺されちゃうよな。え、冗談です。え、ちょっと管理やめちくれよ。大変失礼いたしました。砂田様はあなたに何の恨みもありませんし、おそらく初対面です。おやめちくりよお前。ちょっと悪いな、趣味悪いことするな。かんちゃん、
騙してしまって申し訳ないです。なんでこんなことしたの、なんで騙したの。とても不愉快だったかと思います。身に覚えのない話で責められること、証明しにくいことを責められること、砂田様ご自身は何の証拠も提示していないのですよ。それでも冷静に悟すように話すことで、まるであなたが非論理的で酒に溺れ迷惑行為を働くダメな人間かのような印象を周りに与えるのです。そうね、その攻撃性を隠すため悪気がないことは分かってる、申し訳ないけれどといったあなたの立場を考慮しているかのような言葉を添えていましたね。確かにそういう風に見えたね、話が分かる人みたいなね風に見えたよな。向こうは話が分かる被害者に見えた。こんな何一つ事実の確認が取れない話を聞いた第三者にあなたが悪いと判断され、罪を受けるべきだとされた気持ちはいかがですか。まあそうよな、その SNS とかでね、なんか簡単にこの人が悪いみたいなニュースみたいなのは回ってくるけどさ、それ裏取れてんの本当にみたいなこともあるわけじゃん。週刊誌とかもそうですけどもね、俺たちはその与えられたことでうわ最悪だね、情報で最悪だっていうことはできるけど、それが真実かどうかっていうのをまず見極めることがね、この SNS 社会大事ですよ。ドン。事実をすべて確認してから判断してもらえれば良いのでしょうか。それはとても難しそうですね。真実がすべて可視化されることはないのですから、誰かの罪を認めるというのも、誰かに潔白を証明するというのもとても大変です。この部屋はその感覚を体験していただく部屋でございます。驚かせてしまい申し訳ございません。これにて終了ですので本日はお帰りくださいませ。これをまずやった後にさ、この部屋にまずやった後に 1,2,3,4 入るべきだと思うけどねもうちょっとやってからな。怖っ。次は判断をする側としてお会いいたしましょう。判断する側としてお会いしたわ。いや面白いゲームだな。まあ一応1から4、まあ、全部正解だったっていう判断でいいのでしょうか。まあ正解なんてないのかもしれんけど、一応ちょっとそういうのもあると言っていたので、作者さんなのかな、言っていたので正解だったのかな。明かされてはいないだろうな本当の正解っていうのは。いや面白いですねこれ。なんかこれ考えさせられるな。これは本当にこれは真実なのかの見極め、そして見極めるままもなく見極めることもしていないのに叩いちゃっていいのか、それをね、まあ罪を償わせていいのかっていうことですね。まあ一応じゃあ全部やったのでボーナスをね、もう全て分かった上で、まあ、インタビューさせてもらおうかな。 NG 集ってなんだ、ね、ピクサーみたいな NG 集見れんのかなね、トイストーリーの終わりみたいな。本当の名前ありませんよ。管理人さんやお花さんなどご自由にお選びください。一番面白かった呼び方はおい花瓶ですかねひどい、亡くなれる直前にそう呼ばれました。おい花瓶どういうことだって、おもろいな。劇中曲ファー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 みたいなね。館内で流れてるのはチャイコスキーの花のワルツです。理由はタイトルに花がついてるからです。まさかそれだけじゃないですよ。穏やかなリズムで明るいメロディーじゃないですか。やはり来ていただいた方にはリラックスしていただきたいですからね。タイトルはモーツァルトの夜の女王アリア。めちゃくちゃセンスのある感じだな。一個もわからんもんな。毎日やまない花ですから。あ、そうですか。失礼しました。ネクスト。なんで花なの？ん？骸骨が出てくる、安心しませんか？もしよかったら私の頭の花言葉を調べてみてください。花の名前ですか？怖い花言葉で調べれば結構出てきますよ。次はイメチェンしてチューリップにしましょうか。怖い花言葉の代名詞みたいな感じなのか。部屋のセンス。最初はもっとおどろおどろしい部屋のお話もあったんですが、しかし私は決して皆様を怖がらせたいわけではございませんから。とはいえちょっと派手すぎましたか。いやーでもこれがすごい真実ね、センスよく見えますよ。バックして、これ何これ NG 集とか、あ？え？断罪前のお部屋を見るという楽しみ方も面白いと思いますよ。え？何これ、
じゃああの親子。ん？ひどい。どうしてそんな。泣くなよ。私がいくら泣いても全く関係なかったくせに。被害者はお前だ。あれ？ああ。勢いよく間違えたわね。やだ、感情が高ぶりすぎて頭が混乱しちゃった。あるある。なんか良かった。ほっこりした気持ちになる。罪なんてなかったんだみたいな、こういう劇中劇ですよっていうのがなんか分からせてもらえるってことだ。あー、なんかちょっとね、悪いことした感がなくなるような。間違いはなかったのかもしれないけど、私と遊びたい。良いですよ。では断罪室ごっこしましょうか。あなたは本当に何もされておらず、私を陥れることが目的の嘘の被害者を演じてください。つまり私が悪者に見えるように嘘をついてください。私を追い詰めたら勝ちです。勝敗は砂田さんに判断してもらいましょうか。砂田さんって誰なんだろうな。え、では始めましょう。向こう側の人間なのかな。今日は私がどうしてここに呼ばれたのでしょうか。うん。あなたに花を盗まれた。なるほど。私に身に覚えがないのですが、詳細を教えていただきます。あなたの顔が証拠だ。断罪で使用した花は自分が買った花。頭の指は自分が買った花。そうで、頭にあるじゃないか。この指は私の頭で生まれた時からあるものです。そのことを今証明するのは難しいですが、逆に私が盗んだという証拠はあるんでしょうか。見た、盗んだし見た。見たというのは真実の事実の証明ではありません。ただあなたが見たと言ってるというだけです。この場合可能性は4つ考えられます。本当に見た。あなたが悪意を持ってこの場で嘘をついている。夢か何かと誤解してる。被害妄想。やべえ、罪がない方が多い。じゃあ罪がない方が多いんだな。これ証拠がないというのなら、見たということの信憑性を深めるために詳しくお話しいただけますか。いつどこで何時何分、地球が何回回った時、小学校の時聞いたやつ。行け。私はその時のアリバイがあります。証人を連れてくることも可能です。あなたは証明できますか。あ、そこまでです。そういえば時間制限を決めるのを忘れていましたね。俺負けたんだろうな。他の断罪と同じぐらいにしました。いかがでしたか。負けた。私は証明はまだしてませんよ。証人がいる、証明できると言っただけです。はったりかもしれません。私の勝利ではありませんが、陥れられることは防げたかもしれませんね。そもそも嘘をつく方が不利です。証拠は絶対にありませんから。確かに。もし隠れた加害者に陥られそうになった時は、私が間違ってるのかな、私の勘違いかなと自分を疑うのではなく、事実の確認を徹底してください。そしてあなたの大事な人を助ける時も同様です。何が事実なのか、誰が事実ベースで話しているのか、事実というのは事実として証明できているものかを意識してください。なるほどね。これ結構いいこと言ってくれてんな。これ現実にあったとしてもそういうことですよってことだよな。難しいんだな。これって勝てんのかな。もう一回だけやってみよう。負ける、全負けの可能性はあるけどね。まだもう一回だけやりましょう。なんか思い切ったことをやった方がいい気がする。花は盗まれたはいいと思うのよ。断罪室で使用した花は自分が買った花だ。私の店のものですよ。私副業で花をやってます。なんか本当か。やばい、なんとなく終わった。怖っ。そのような曖昧な情報で私を断罪するおつもりですか。人に罪を問うことの重みを分かった上で、その覚悟でこの断罪室にお越しになったんですよね。怖っ。怖っ。怖っ。ちょっと赤かったもん。ダメだなぁ。威圧的な方の味方する。強気でいる方が正しいように見える。話す内容よりも印象に左右されるそうで、強気だったもんなぁ。面白い。ちょっともう一回やっていいかい。え、怖っ。なんか赤くなったんだけど。なんで赤くなったん。なんでこんな怒ってんの。なんで赤くなったのこれ。めっちゃ怒ってんじゃん。親殺されたにしてみよう。
やっぱ親殺されたって方が本当に親殺されたと思ってかわいそうって思われるかも。これぐらいだったら罪別にいいかもって思うかもしれんから、こっちだ。なるほど。私に身に覚えがないのですが、私だという証拠あるんですか？親が死ぬ直前に言ったということは即死じゃなかったということですね。死因は何ですか？花で胸を刺した。ナイフで胸を刺した。こっち。花で人体を刺すなんて普通は難しいと思うんですが、何の花ですか？はい。そのような花はございません。私はこの世の全ての花を知ってますから。怖っ。あなたは嘘をつきましたね。嘘をついて私を陥れようとしましたね。勝つことできんのかな。威圧的なやつか。ああ、嘘の花をでっち上げる勇気につい応援したくなって。変わってらっしゃいますね。あ、勝ったのか俺。今勝ったらしいです。ちょっとなんか負けたと思い込んでた。あー、勝ったっぽいな。花の名前をでっち上げるって言ってたからね。はい、ということでなんかタイトル画面も変わりましたのでご視聴ありがとうございました。いやー面白いですねこれ。実に興味深い。そしてテーマがね、なんかちゃんとしてらっしゃるね。これ何が罪で何が罪じゃないか、それをね、そのわかんないまま裁くことの恐怖とかね、うん、嘘のなんていうの、まあ言えば逆にね、何の身に覚えもなくてもこうやって断罪されることもあるから気をつけてくださいよっていうことも暗示されてんのかもしれないですね。はい、ご視聴ありがとうございました。断罪室でした。とても面白いゲームでしたね。この作者さんね、なんか新しいゲーム作ってるっぽかったのでね、そちらの方も完成したらちょっとやってみたいなと思います。